お願いします。阪神タイガースに入団が決まった時の気持ちを、それでは渡辺選手、高濱選手の順番でお願いいたします。はい、はい。まあ、本当に最初は驚きましたけど、もう名前を呼ばれて、まあ、欲しいって言っていただけたんで、本当にそこは嬉しい気持ちですし、まあ、早くユニフォームに袖を通したいと思いました。続きまして高濱選手、いかがでしょうか。はい、僕も正直驚きましたけど、まあ、このトレードをプラスに考えて、どんどん活躍できたらなというふうに思います。続きまして、これもお二人に共通の質問でございます。背番号について印象はいかがでしょうか。本当に素晴らしい背番号をもらったと思いますし、まあ、25番、阪神の25番は渡辺って言われるような選手になりたいなと思います。いかがですか。はい、僕も43番で、まあ、43番は高濱って言ってもらえるように頑張っていきたいと思います。それぞれご自身のプレイヤーとしてのアピールポイントを教えてください。そうですね、まあ、まずはバッティングをしっかりアピールして、まあ、左にも右にも長打を打てるバッティングっていうのが自分の持ち味だと思うんで、まあ、それをしっかりアピールできるように、はい、頑張りたいです。いかがでしょうか。僕も同じくバッティングで、まあ、ホームランはそんな打てるバッターではないので、やっぱ二塁打とか、あとはそのチャンスに強くなるようなバッターだと思っているので、まあ、そういうところをアピールしていきたいなと思います。この場で教えていただける範囲で構いませんので、はい、お互いをそれぞれどのようなタイプの性格だというふうに分析していますか。では渡辺さんから高濱さん、どのように見ていますか。そうですね、まあ、本当に野球に対してはすごく真面目に取り組みますし、まあ、とても、ね、明るいキャラとは言えないですけど、まあ、本当話したらすごい親しみやすいというか、まあ、後輩先輩問わず誰にも、まあ、好かれるタイプというか、はい、まあ、真面目ちゃんですかね多分。はい、では続きまして、高濱さんから渡辺さん、どのように分析されていますか。そうですね、まあ、一見こう真面目そうに見えるんですけど、まあ、ちょっと慣れてくると先輩とかにちょっとオラオラしたりとかしてる感じです、まあ、あとはでも人見知りなんです、はい、そんな感じですかね。ではそれぞれお互いに分析をされましたけれども、それを受けて一言ずつお願いいたします。いやどうなんですかね、まあでも、まあでも慣れるまでがちょっと僕自身も、まあ、人見知りは人見知りなんで、やっぱり話しかけてもらったらありがたいですし、まあ、そういった環境であるといいなって思いつつ、はい、話しかけてくれたら嬉しいです。いかがですか。そうです、まあ真面目ちゃんとは言われましたけど、そこまで真面目ではないかなっていうふうに思いますでも僕もやっぱ物静かなところあるので、どんどん話しかけてもらいたいです、はい、さてこれからですね、お二人の後ろに大きなフラッグ掲げられていますけれども、阪神タイガースでプレーをしていくことになります。その阪神タイガースのイメージを現時点でどのように持っているか教えてください。そうですね、本当に伝統ある歴史のある球団ですし、もう長勝軍団、もう常にね1位2位を争うチームの下で野球ができるっていうことは、今後の、ね、野球人生すごいプラスになると思いますし、まあ、その力になれるように、はい、頑張りたいです。いかがですか。まあ、その伝統があって、やっぱり誰もが縦縞っていうのを憧れて、まあ、野球やってると思うので、まあ、そういうユニフォームを着れるってことはすごく嬉しく思います。それと甲子園球場と阪神タイガースファンの皆さんの印象を教えてください。まあ、甲子園球場は僕が高校2年生の時に、はい、初めて足を踏んでベスト4まで行きましたし、まあ、ここの活躍があったから今の自分がいると思ってるんで、すごい思い出の地でもありますし、まあ、ファンの皆様、まあ、1回交流戦でここでやらせてもらった時にすごい守っててプレッシャー圧を感じましたし、それをホームで味わえるっていうのは
まあ、すごい力になると思うんで、はい、そのパワーの力を借りて、はい、いい活躍ができればなと思います。いかがですか。そうです、僕もやっぱり小さい時からこの甲子園というのは憧れて、まあ、高校野球で何度かプレーしましたけど、まあ、そういった球場をホームにして戦えるっていうのはすごく嬉しいことだと思いますし、あと阪神ファンの皆さんはすごく熱狂的なファンが多いので、あとはやっぱ温かい言葉とかいろいろかけてくれるので、そういうのを力に変えて頑張っていきたいと思います。ではこれより個別にご質問を投げかけていきます。渡辺選手、はい、右の二塁手といいますと岡田監督の現役時代と一緒です。さあ、その岡田監督の下でどういったプレーでチームに貢献していきたいというふうに思っていますか。そうですね、本当に岡田監督も素晴らしい成績を残されましたし、まあ、それに少しでも、ね、近づけるように、まあ、しっかりアピールして、まあ、甲子園という、ね、土のグラウンドなので、まあ、守備力っていうのもやっぱり求められますし、まあ、すごい先輩方コーチ監督含めて入管守ったりとか内野手の方が多いんで、本当基礎からまた教えてもらってこの土のグラウンドでいいプレーができるように、はい、また、まあ、一から、はい、頑張りたいなと思います。続きまして高浜選手ですけれども、はい、お兄さんもこの阪神タイガースでプレーをされたというところで、お兄さんからは何かお話ありました。まあ、兄からはやっぱりなんですか、ファイターズと違ってやっぱ練習がきついとか、まあ、そういったところを教えてもらったりしましたけど、あとはこの辺の美味しいご飯屋さんとかを教えてもらいました。それぐらいです、はい、そうですか。練習がきついという話だったんですね。いや、まあ、ハムはやっぱ自主性をこう自主性でやってきたので、まあ、それに比べてやっぱりチーム団体でこう練習するってあんまなかったので、まあ、そういった面で多分きつくなると思います、はい。それと伊藤投手とは高校時代からの、ね、仲ということですけれども、伊藤投手とはもう連絡取りましたか。そして何かメッセージありましたか。そうです、あのトレード決まった日にすぐ電話して、まあ、よろしくっていうふうに言って、まあ、あいつも今年からなんか寮出るみたいなので、まあ、一緒にご飯行けたらいいなとかいう感じです、はい。さて、再びお二人への共通の質問となりますが、チームはもちろんリーグの優勝、それから日本一を狙っていくチームであります。その中で来シーズンどのような活躍をしたいか、改めまして抱負を聞かせてください。そうですね、本当に、まあ、新体制にもなりましたし、まあ、キャンプ1日目からそして、まあ、開幕戦しっかりレギュラーとして、それがね一番の恩返しだと思うんで、まあ、レギュラーとして活躍して、まあ、リーグ優勝日本一に少しでも貢献できるように、はい、頑張りたいです。いかがでしょうか。そうです、まあ、阪神1年目なので、まあ、入団した時の気持ちをもう一回思い出してしっかりキャンプからアピールして、で、まあ、キャリアハイ成績残せるように、あとはチームが優勝できるように頑張っていきたいと思います。それではこれからお二人をずっと応援し続けてくれる阪神ファンの皆さんに、それではまず渡辺さんからメッセージをお願いします。はい、ファイターズから来ました、渡辺亮です。早く、まあ、関西の空気に慣れて、少しでもリーグ優勝日本一に貢献できるように、頑張っていきます。これからよろしくお願いします。続きまして高浜さん、阪神ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、同じくファイターズから来ました高浜優斗です。26歳です。まあ、1年目で左右分かんないことあると思うんですけど、まあ、どんどんアピールしてその優勝っていうに向かって頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。